三藩の乱は、新朝第四代、後期帝の1673年に起こった、漢人武将による反乱。雲南の五三家、関東の直行き福建の高生中が反乱を起こした。三藩は、明滅防護に、南へ亡命した、諸政権を指すこともあり、その場合は南明を、全三藩、五三家たちを、あと三藩として区別する。五三下記。 後世中の祖父、後中明はもともと民の武将であり、民が理事制により滅亡した時に新軍に協力した功績で、それぞれの藩を領有することを認められていた。これらの藩王は、藩内の徴兵権、徴税権、管理任用権などを持っており、真の中の藩独立国家となっていた。藩の存在を時の皇帝皇帝,帝は疎ましく思っており、 中央集権体制を確立するために藩を廃止したいと願っていた。1673年、なお、柿が自らの引退と子息直行氏にへの継承を願い出た。また、他の二人は政府の狙いを探るために自分たちの藩の廃止を願い出た。朝廷では藩の存廃について意見が対立したが、後期帝は廃止を決し、新朝は 藩自体を廃止すると、なお書き、御三景、構成中に返答した。三藩の乱の新軍系路藩の廃止決定を受けて、1673年11月後、三景は、共民打ち取り子を旗印に自ら、天下と、小東平和大元帥と称して、清に対する反乱を起こし、さらに翌1674年に国号を、州都し元号。 秋田家と定め貨幣の鋳造も行った。なお、御三家及びその家臣は、新朝の臣として弁髪に改めており、そのまま反乱を起こしては、頭上の弁髪が一度は民に背いて、清を迎え今また清に背こうとする無節操の証拠と移るため、反乱の決心から実際に決起するまで、数ヶ月かみが伸びるのを待ち、それが戦記を逸した面もあったという。 1674年、五三景は、湖南を占領し、ここから軍を東西に分けて、西は、四川省、潜水省へ、東は、高生、福建へ進軍させ、同時に名を書き、高生中に対して、高王の誘いをかけた。1674年2月には、潜水で帝徳の王をタ助く信が、高生で帝南王の娘むこまご園霊が挙兵し、3月には、 高生中も誘いに乗って反乱を起こした。1676年4月に、関東の直行ゆは、阪神勢力に包囲される形成となったため後三慶に投降した。これに加えて、台湾の停止政権も高応し、一時は、長江以南はすべて後三慶らの阪神勢力の手に落ちたため、清氏は、危機的状況となった。後三慶たちは、 万州族を追い出して、漢族の世を取り戻すとの大義名分を掲げていたが、その漢族王朝であった、民の亡命政権を南に追い詰めて滅ぼしたのは、他ならぬ、御三家であり、半身勢力の結集は、不可能であった。また、御三家たちの反乱は、元よりこれといった方針があったわけではなく、自分たちの権益を守るためのものであり、 その思惑はそれぞれに異なるものであったことから、統一的な指揮系統を築くことができなかった。これらの弱点により、清志川も徐々に盛り返し、八旗軍を中心に反乱軍を格好撃破することに成功した。1676年、6月先生が鎮圧され、10月に台湾の停止政権と対立した構成中が、さらに12月には、直行きを呼び、 後世の孫縁礼の後を継いだ穴四帝が真に降伏した。1678年3月、劣勢に立たされた、五三帝は息を上げるために、湖南省高州で皇帝に即位したが、同年8月に病死した。大将を失った、反乱軍は、五三帝の孫のクレヨ、が皇帝を継ぎ、雲南に撤退したものの、1681年に、新軍に攻められて、 10月クレイオは自殺して、乱は終結した。その後の1683年には、停止政権が降伏し、国内の阪神勢力は一掃された。高規定による、君主独裁が完成し、後期妖精、権竜の三大皇帝による真の絶頂期がもたらされることとなった。太平天国の乱の際、太平天国軍は、竹州で、 ご三景軍の武器を掘り出し、船に積み込んで、武将攻撃に使用したという、ありがとうございます。